せーのーさん、はい、ドスコイパイナポー、ドスコイパイナポー、ドスコイ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 パイナポー、はい、ドスコイパイナポー、はい、はい、こんにちは、僕くんゲームでございます。今回も動画の方やっていきましょうということで、今回ですね、こちらのベル、ベルを使ってね、試合の方やっていくわけなんですけど、普通の使い方しません。はい、基本的にベル皆さん使う、持ってる方とかね、RWG で使ってる方多いと思います。やはりベイルの強みであるこのスピード瞬発力を生かすところですね。まあ縦の突破力といったところですか、あそこやっぱり生かすと。はい、ただ今回はですね、まあこの後ご紹介するんですけど、ベイルを新たなね道へと指し示す、日本語おかしい、差し伸べるでもない、導くといったところでね、今回ちょっとベイル選手ね使っていきたいと思います。ではね、早速試合の方行きましょう。さあ、ということでベル OMF で今回使っていきたいと思います。 USA 的な感じですね。さあ、調子見よう。お、好調ですね。スタメン組いい感じじゃないですか、これ。はい、これで行きましょう。で、今回ですね、このベル OMF もそうなんですけど、前3枚 CF 見てください。ルカク、マンジュキッチ、ケインとね、なかなかボディーバランスの高いフィジカル系の選手を入れてます。これも後々ですね、まあ、作戦発表するんですけど、そこに関係してくるので、ということで、ちょっと待って、お相手のメンバー見れなかった。試合の中で見ていきます。はい、でベイルね、普段サイドで起用するんですけど、真ん中で使うメリットとしてはグランダーパス能力84とね、結構高いプラスですね、ミドルシュートやはりキック力あるんで、サイドだとね、なかなか打てないんで、あとこのチーム名、自分の前3枚のフィジカルが鍵になるんだよね。ここにチーム名書いてるんで、今見た瞬間にお相手がね、あ、前3枚ポイントだなと思うと思うんですよ。そこに注目させておいて、実はね、 OMF のベイルが鍵になるというね。はい、ということで、お相手の方よろしくお願いします。いきましょう。さあ、これは面白くなるんじゃないか。ネイマーで縦突破かな。 OK。 さあ、でここで、ベイルの位置を確認した。あ、いいね、いいね。さあ、このスライドがあってからのミドルシュート、やばい。からのミドルシュート、やべえ。今のちょっと興奮しすぎて、ちょ待って、今のはやばくない？俺の理想とする形のベイルなんだが、今の相手が OMF で、ベイルにマークをなかなかつきにくいところからのね、やばくね今の。いや、あれはやばい。ベイルの真骨頂、 OMF ベイル。あの位置からベイルがねサイドにいるとミドルシュート打つことって、そんなねないと思うんですよ。だからこそね、さっきから待って、よし、ナイス。ちょっと動かない、マドラスが。いやー、という、うわ、なにこれ？ちょ、待って、なに？おい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 ！おい！ちょい！ちょい！これ、なんだこれ！やめて！ちょっと待って、さっきからなんかちょっと遅いとは思ってたけど、これなんだこの、なんだこれは。悪魔の、なんかね、一個タイミングがずれる感じ。いや、ちょい、動かねえ！やめてくれ！よしよしよし。さあ、ちょ、前半とりあえず、抑えていこう。ちょ、何？全然待って。危なっ！ふぅ！とりあえず前半終了か、OK！ 行きましょう、後半。もう一度やはりベイルの輝きを見たい。OMF ベイル。あー、なんか、なんだろ、これ。一歩遅れてるな、パスタイミング。よいしょ。いや、空いたっしょ、これ。決めろ、ケイン！サンキュー、ケイン！君の得点力！ここでね。まあ、ケインは、身長プラスフィジカルもある、おーっと！これはまさかの、いやー、でもまあ、ベイルのね、ミドルシュート、やばすぎましたね。これもう一試合ちょっと行こうかな。あれはやばいよ。ゴラッソ中のゴラッソ。あ、ということでね、お相手切断ですね。はい、ということで、ちょっとね、もう一試合やっていきたいなかと思います。
さあ、ということで2試合目やっていきましょう。調子はどうかな。好調ですね。フォワードのケインとディフェンダーのクオリーバリーが調子悪いんで、ここね、イブラ入れていきますよ、イブラ。あとは、まあ、これでいいかな。バラも調子悪いんで、これでいきましょう。さあ、お相手のメンバーを確認だ。4-1-2-3 という形ですね。うわー、これは強いですね。ロナウド100で、ネイマニ、アザール、クライフ、デブライネ91。すごい。よろしくお願いします。いきましょう。さあ、今回もですね、CF の3、すいません、喉が。CF の3枚は、フィジカル系の選手を入れてます。そこに目が行くんでね、絶対。で、このまずチーム名見た瞬間に、1試合目同様目が行くと思うんで、そこでね、実はベイルみたいな。いやだからまあセンターバックもさすがに2列目から来られたらね、なかなかね、つけないと思うんでね。早めのパブロンかな。そっちか。なんかうまそうっすね。切り返すかな。クライフか。クライフやっすね。ボール取れないんでね、なかなか。ここはちょっとお相手の時間帯になりそうだね、最初。まあでもこちらにはカウンターありますからね。ベイルを生かしたカウンターがあるんで。もうベイルここでいいよ。なかなか投げないね。どうしたのかな。お、投げた。なんだそれ。オッケー。弾かないと。まずいよ。ナイスキー。さあ、ここでアラバ取れるか。ナイス。さあ、カウンターだ。みんな大好きカウンター。その前に取られてしまう。ここで、ナイス、カゼミロ、えぐい。今のそっち行く。見えてるぜ、俺はこっちが。こっちが見えてるぜ。もう一個。わーに、おーナイスマジでフェイル仕掛けたことにより。キックフェイントが効いた？なんとも言えん。PK もらったけども、なんとも言えない、今のは。さあ、これはちょっとキッカー、あれ？キッカーセレクトってどこだ？あ、キッカーセレクトありましたね。ベイルでしょ、これは。プレースキック、PK のところ高いからね。決めよう、緊張するけど。緊張するけど、よし、OK、落ち着いてる、まず1点ですね。よしよし、ナイス、ベイル。まあ、キックフィントを入れながら仕掛けたことにより、まあ相手が多分プレスのところをしてうまくファウルになったと。まずは1点ですね。さあ、お相手がなかなかね、これ大丈夫かな。お、動いた。さあ、どうする縦かな。うわ、独特なリズムですね、なんか。クロスか。オッケー。クロスは止めるよ。クロスはね、本当に寄せなきゃいけない。クロスは寄せてって、蹴ってくれよ。ロナウド怖い。ルカク戻ってきて、ナイス。さあ、これカウンターじゃない。カウンターですね。もう一回こっちが見えてる。ルカク勝て。いや、ナイス。CF3 枚も今回がっちりいくんでね。ベイルだけじゃないと。もちろんここ注意してると思うんですけど、それでも止めれないのがルカクだったりするんですよね。裏かな、うまい。けど、カゼミロたちがここにはいる。いいね。からのベイル。おぉいや、入んねえか。ただ今みたいにやっぱ捕まえれないんでね、相手が。あんなとこからベイル来たら。オッケー。さあ、ここ。このアラバの。からの。重心逆。ふぅーナイスーナイスです。やっぱ今のアラバのフラスルですね。2枚ワンツーやってたんですけど、奥の方にね、飛ばせたので、ポイントになりましたね。よし、さあ、縦突破ですね、これ。おそらく。オッケー。次、カズミロ。ナイス、ポグバ。開いた。ナイボ、ワンチいける。
あ、ダメか。前からかけろ。ルカク、今日2点目のゴールです。で、ここ、もう一個。ベルー、捕まえれない、これはやっぱり。やっぱりこれは捕まえれない。交代しましたけど、ナチョの代わりにバラン入れたの、あ、じゃあ、バランの代わりにナチョ入れたのか。ナイス。早めのパブロン行こう。ルカク。決めろ、ルカク。ルカク、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 ルカク。ルカクはフィジカルヒューマン。フィジカル、わー、ナイス、マンジュ。そのまま。さあ、こっからこの、いろんな選手が飛び出てくるという。おー、マジで。ポグバ頑張れ。おい、勝負いる。この色、マジでもう捕まえれないと思うんでね。こうなると。3枚目とかもうほんと4枚目ガンガン出てくるんでね。さあ行きましょう、後半。よろしくお願いします。さあ、お相手ボール保持しますね。うまい。けど、ここでしっかりと。これクロス来る。いやー、うまいわ。うまい、今の。いやー、サイド、サイドやられたね。サイドバック、アラバとポグバかな。あそこで、まあ、中央のところで取り切りたかった。あ、そう、ここ入った時に取れるかなと思ったんですけど、サイド、やられましたね。いやー、今のやられた。ルカク収めてくれ。ナイス。いや、ルカクのこの収めがあるからでかい。で、こっち出して、ここのポグバ。あー、ベイルに。あと一歩やったな。うまっ！マジで。キーパー、デヘア、ナイス。いや、ちょっと。開いたー。イブラ、決めよう。イブラヒモビッチ！オッケー。イブラヒモビッチ！イブラもやっぱシュート力あるからね。外からでもガンガン。はい、ということでね、今回、もう相手の方にちょっと途中から止まってましたけど、まあ、前半の方ね、かなり点取れてよかったかなと思います。ハイライトね、見ていこうかなと思います。ハイライト見ながらお別れという形。まずはね、ベイルの、PK が決まったと。デヘアめっちゃ切れてるけど。さあ、そこから、やはり OMF にいて、まあ、フォワード3枚も強力、こういうところからね、まあ、どんどん飛び出し、ルカクも、やばいですね、シュート。結構シュートがやばい選手たち今回基本的に入ってる感じ。あとフィジカルの面。すごくね、まあ、楽しくできたんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。もしですね、まだチャンネル登録してない方いたら左上の僕の顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さんまた会いましょう。ありがとうございました。すごいね、イブラの無回転。